みんな、こんにちは。ひなたお姉さんです。今日はルークと一緒にスライムを作っていきたいと思います。大人のね、皆さんも子供の時こうネバーってやって遊んだんじゃないかなと思います。ぜひお家で作ってみてください。それじゃあ早速いきましょう。レッツスタート。まずは材料を紹介します。 PVA 入り洗濯のり 50ml、 放射 2g、 コップ、絵の具、割り箸、そして水 50ml とお湯 25ml を用意しましょう。さあ、まずはじめに水 50ml と洗濯のり 50ml、 そして絵の具を入れて手早く混ぜていくよ。続いてお湯 25ml と放射 2g を素早く混ぜていきましょう。そうしたら2つを混ぜ合わせていきましょう。これでスライムの完成です。はい、ということで今回はルークと一緒にスライムを作ってみました。みんなもね、好きな色のスライムを作って遊んでみてくださいね。それじゃあみんな